最近クソだるいね、絡みしてくる。いや、盛るって犯罪じゃない？いや、犯罪だよ。犯罪だよ。いや、そう、ローティーガール、ストーンさんの、コーヒー&クリーン。パーチ、ちょっと、ほっしゃくない。やったー。 Ladies and gentlemen, boy and girl, we are どっちの川崎翔。英語要素で翔だけ。あ、そうです。ということで今回の曲はですね、ゴーキと公式があらゆる種目で3本勝負を行います。はい、そしてその3本はですね、公式が兄のゴーキにこれなら勝てるっていうものを持ってきてもらいました。お、そうですね。まあ、自信あるかな。僕何するか聞いてないんですよ。他のメンバーはですね、はい、どっちに勝つかっていうベットをしてもらって、はい、当たった人にポイントをもらって一番多くもらった人、はい、これご褒美あります。おー、なんだ、いいね。ご褒美はですね、極上ビーフカツサンドでございます。いやー、嬉しい。さあ、ということで、あの2人は兄弟ですので、はい、喧嘩とかってしますか？喧嘩はしないな、あんまり。最近は本当にしなくなったし。あ、でもね、最近クソだるいね、絡みしてくる。俺がこうピアノの練習してるって言ってたじゃん、うん、で、こう通知が鳴るのよ、スマホに、うん、だからこういちいちこう練習止めるじゃん、通知みんな見るために、うん、そう、うん、そしたら、コウキがめっちゃ連絡してくんの。で、そう、わざわざ今これ、一個聞いていい？あ、なんですか？盛るって犯罪じゃない？いや、犯罪じゃない。ピアノの上に青木くんならわかる、楽譜置くところがあるんですよ、はい、ちょっと出っ張ってる、あれの上に五色がピアノを練習してない時に置きっぱにしてた、はい、スマホ。だからあの僕が遠くからスタンプ連打してて、はいはい、あの部屋の中で4を鳴らすっていう遊びをしてみたんですよ、うん、はい、それのこと言ってんじゃないかな。え、なんかさ、お前さ、モルじゃなくて、うっそれはどっちが本当に。え、お前最低だった。最悪。まあまあまあ、最初の対決はスマホの文字入力の速さ対決。結構現代な対決ですよね。はい、そうですね。ルールはですね、出題される文章をいかに早く正確に打って相手に送った方が勝ちとなります。なるほど。さあ、なぜこれを？いや、これはちょっと、まあ、秘策というか。なるほどね。勝てるだろうと思う。なるほどね。技術があるので。なるほどね。頑張りますね。あ、まだ言わない。これは勝てると思う。まあ、それはそうでしょ。いや、言わなくても俺には分かる。いや、多分分かる。分かる。分かってんなら言いない。何やるか。うん。五色が勝つと思う。ちょっと手を挙げてください。続いて、五色君が勝つと思います。なるほど。下ろしてください。少なくとも誰かの期待は背負ってるって考えていいよね。まあまあ、それはまあね、はい、そう思った方がね。そうだよね。うわ、めっちゃ緊張してきた。ということで、1本目、よーい、スタート。3月25日の金曜日。強いね。やってるなやつ。11時30分に会場。おい、タコ、東京スカイツリー、カッコ閉じの前に集合で、オッケー、ハテナ。邪魔されちゃうやつ。みんな喋っといて。やばい、英語もある。英語もある。やばいやばいやばい。いやー、なるほどね、なるほどね。顔文字とか。え、なんか顔文字？どうやってやんだろうね。顔文字？東京メイク。あれ、何言ってるのかな。やばい、英語むずい。英語むずい。え、英語の場所覚えてない？わかんない。SKY T いや、焦るよ。 R E R どこだ。マジ？すごい、やっぱ性格も大事ですよ。速さも大事ですけど、やっぱり性格も。やばいやばいやばい。待って、どうしていいか分かんない。遅刻しません。あ、やばいやばい。びっくりマーク。確かにね、半角全角がちょっとね。本当に大丈夫、細かく見ますからね。あ、そっか、半角全角あんのか。遅くねえか。遅くねえ、同時やね。絶対遅刻しません。半角全角あるんですよね。お、え、ガチ。はい、遅れました。遅れました。ということで終了でございます。
先に送ったのはまこうきくんなので、はいはい、文章チェックを。はい、開業は開業も開業もでしょ。お、さすがに開業もですね。開業は結構ありますよね。最後のビッグマグ自分だ。あ、ほんとだ、いつものちっちゃいやつある。あ、1、2、3つと。さあ、続いて、ほしゃみつ。ちょっとね、ここが違うね。そう、カッコとかの日本カッコの違いね。ほとんどミスないんじゃん。いや、ちょっとね、ミスしてるんだ。どっちだ。いい対決。いつでも一個言えるのはさ、レベル低ない。きつい。まあ、別にね、マジで遅いんだよ。いや、マジで普通に遅い。しかもね、ミスの感じがどっちもどっち。結果は頼む。頼む。でんでん。多分高貴君の勝ちです。ありがとうございます。ということで、オリヤマとバトルです。これで1ポイント獲得でございます。最高、みんな。続いての対決は記憶力対決ということで、正直記憶力に自信があるんですね。ないです。これ自分が持ってきたものだよ、これ。違えんだよな。いや、勝つ気あるんですよ。で、これなんでかっていうと、1問目で勝つ予定だったの。だからちょっと下克上的な感じで場を盛り上げようと思ったんですよ。なるほどね、これで。でもなぁ、1問目しょうもないな。しょうもない対決しちゃったから。2人に対決してもらうのは、デビューしているジャニーズのファーストアルバムの曲です。こういうの。めっちゃ喜んでるじゃん。ちなみに230曲あります。やった。なんでなんで。あー、そういうことね。で、これを記憶できるのは5分間。覚えて、で、覚えたものをグループ名と、曲名を言ってください。これ何曲覚えたかですか。そうです、何曲覚えたかですね。あ、さあさあ、方式が問題的に。違うんだよ。僕もジャニーズ大好きですからね。そういうこと。ずっとあの楽屋一緒だったんだけど、ずっとあのストーンズとか流して聴いたりしてたから、やばい。絶対知ってるんだよ、新旧全部。そうなの、そうなの。やばい。ちょっと本式にまあ仕方ないよ、この競技だけ、まあ、ハンデを与えたいと思います。お前この時点で兄弟的には勝つだよ。そうだよ、確かに。やっぱり甘えに甘えて2点ですか。3パスと2点、勝ったり2点。で、これでやっとまあまあ平等かなっていうぐらい。5分あるんですよ。5分あるんですよ。5分ありますから。ABCG の From ABC。 あ、でもこれ意外と知ってる曲言ってれば入ってるかも。どれを超えたら効率だったの。さあ、2人とも終わりまして、覚えるというよりかは思い出す方にした。なるほどね。さあ、星木次は早くやろ。忘れないの。次に入ってきて。そんなでも、オスが知ってんだから潰していけって話だもんね、これね。それでは、よーい、スタート。ウエストさんの子供。スノーマンさん。はい。リリー。はい。くっ。スノーマンさんの、はい、ハローハロー。ストーンズさん。はい、ストーンズさん。イミテーションメイン。はい。ストーンズさん、ナビゲーター。じゃあ、キンプリさんの、はい、ビッグバン、うん、はい、セクシーゾーンさんの、はい、セクシー様に雪が降る。セクシーゾーンのセクシーゾーン、はい。まあ、全然いけるっしょ。まあ、早いやつもあるな。あ、ニュースさんのニュース日本。あります。じゃあ、セクシーゾーンねえ。レディダイヤモンド。かぶせてくるなよ。はい、もう私次だよ、俺。そう、二人でやってる。俺が答えた方式です。嵐さんの、はい、嵐。嵐さんの嵐、はい、キングオブクリーンズ、はい、シンデレラ、はいはい、あ、何、パス。認められます。じゃあ、ストーンさんの SIX、 はい、ストーンズさんの、全然あるって。全然発売のタイミング怪しいんだよな、アルバムの順番。ストーンズさんの、はい、パス。お前さ、ストーンズさんの、はい、どうしようかな。もうどうしようかな。うやむや。はい。すごいね、素晴らしい。キング&プリンスさんの、はい。
好きな曲言ってたやん。ノーティーガール、はい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 。ストーンさんのコーヒー&クリーム。さすが余裕だね。コーヒーだってストーンズ好きって言ってたじゃん。そうっすよ。ストーン、じゃあストーンズさんの、ストーンズさんお金かけてるよ。好きな曲ってソアディクティックって入ってましたけど、聞くの。ストーンズさんのねえさ、これどうやったら負け。じゃあパスラスト、ラスト、もうないよね。ラスト終わった。ストーンズさんのテレフォンファーストバージョン。これも本当に、ね、まっ、あ、次ない曲言ったらもうバズだからね。ストーンズさんの、うん、マッドラブ。よっ、おあるね、確かにあったよ。素晴らしい。じゃあストーンズさんのダンスオールナイト。あー、好きな曲言われたよ。なんで言えないんだよ。まだ一回言えたって。ストーン、ホスキのストーンさんから離れればいいじゃん。俺もホスキが言ったもん。ストーンズさんの、おい、もうない曲言ったら本当にバズだからね。レモネード。長い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 よ。レモネードはカップリングです。俺ドンビーてるわ今。ということで、大木くんの勝利でーす。いや、惜しかった。はい、で、大木くんにベットしたのは誰でしたっけ。はい、逆に。で、見事1ポイント。私は2ポイント。よし、で、青木が1ポイント。織山今どんな気持ち。動画では言えないぐらい、マジで。10万ポイント。それはやばい。最後の対決は、はい、徒競走。ああ、そういうことね。最後はやっぱシンプルに耐えっこで走る。焦んなよ。なんで徒競走ができたんですか。彼、あの運動神経悪いんですよ。そんなことはね、そんなことはね、運動神経十分なのアクロバットできますからね。悪いとは一概に言えないよ。ここまで叩き潰してないんだと。そうだね、いう風にしてネタ打ちにしてあげてください。はい、競争って言ったんですけど、はい、10メートルの幅があって、それを10回、1、2、3、はい、っていう形でやっていくんですけど。 100？ そうです、100メートル。100なんじゃん。さあ3問目、徒競走なんですけど、はいはい、ちょっと細かいルールで、赤い線あるじゃないですか、絶対に足を越えてください。越えなかったら、そのやり直しさせるんで、はい、その場で。さあ、じゃあ、意気込みを。見ての通り、メンタルがやられてるので、だいぶ。ここにつけ込んで、絶対勝ちたいと思います。最後ぐらい、かっこいいところを見せたいと思います。頑張れ。頑張れ。期待してるよ、みんな。はい。お前はそんな男じゃないと。はい。なあ。頑張ります。オッケー。それでは。運命のラスト勝負でございます。位置についていけるぜ。よーい、ゴー。切りました。切った。はい。惜しくも負けた。大きくは悔しいね。いや、悔しい。最後こけてるしね、俺。よっしゃよっしゃ。人としての尊厳はないんだよ。いただきます。はい、いただきます。じゃあ外したわ、俺。俺全部星くんにかけたんだよね。いや、全部こけたかったわ。美味しい。もう星くん、ちょっと最後に締めて終わってください。じゃあ、ジャニーズジュニアあるわ。うわ、楽しみ。渾身のお疲れ様でしたが届かなかったジャニーズジュニア。
あ、お疲れ様でした。以上